とことんやり込む、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、タワー第3章攻略、やっていきましょう。今日は、16階から20階ですね。中盤に差し掛かりました。まあ、序盤の方と比べると、ちょっと難しくなるので、注意していきましょう。では、16階、行きますね。まあこの、ステージになるんだけども、途中までは特に考えることなくクリアできていけると思います。ここら辺まではね。で、問題はこの先のもうそう乗ったとか、この先のね、効率界が3体同時に出てくる場所があるんだけども、そこが要注意です。ここ、とにかく、効率界をまず倒す。そうしないと、ちょっとね、動きが取りにくくなるので、まずは効率界を倒すようにしてください。ここにね、3体いるので、そこを注意して倒してください。あと、風使いだね。風使いも、こっちの動きをすごい制限してくるので、あいつも極力早めに処理するようにしてください。あ、あと手前か。手前にあと1体出てるんだよな。こいつを倒して、おしまいです。で、爆弾とかも、まあ、出るには出るけども、俺は今回は持っていかないかな。うん、持っていくと逆になんか、わかりにくくなってしまうので、TNT は持っていかないように、今回はしてます。で、報酬ですけども、何もいりません。なしで、行きましょう。で、次、17階。ここはね、もう全く余裕です。休憩ステージだと思ってください。特に何も考えることなく、倒していけます。この休憩ステージっていうのはね、3つぐらいあるので、そこはもう気楽に行っちゃいましょう。ここでうまいことね、や、あおり、オッケーオッケーオッケー。こういう風にね、矢玉が出てきてくれると嬉しい。もう後半、矢をね、結構使うので、矢は重要だよ。うん。まあ、この時点で200本あれば、まあいいかな。うん。後半のね、エンダーマンが結構矢を使うのよ。いや、使っちゃうんで、エンダーマン用に、ある程度矢はね、貯めておきたい。もうちょっとないかな。一応保険でもう少しね、欲しいところだけどね。出ないかな？出ないな。アイテムボーナスでね、矢が出てきてくれればいいけど、アイテムボーナスじゃ矢は出ないんだもんね。はい。はい。ここはもう休憩ステージです。何も言うことはありません。まあ、死ぬことはまずないでしょう。はい。で、ここ弓変えましょう。デュアルクロスボウ。だね。おそらく、今回のタワー3章では、デュアルがね、一番使いやすいと思う。うん。矢で倒すのって、まあ、1対1で倒すことが多いので、そうなると、この武器って結構、強いんで、いいと思います。デュアルクロスボウしていきましょう。で、エンチャントもつけた方がいいです。テンポセフトだね、まず、必要なのは。テンポセフトを2入れていきましょう。これ移動速度が上がるんだけども、移動速度が上がるっていうよりも、敵の動きを封じるっていう意味合いの方が強いので、まあ2ぐらいでも全然使っていけます。で、18階、ここね、レイスが結構出ます。まあ、結構出ます、ここまででもないけどね。なんで、まあ、一応毒レイスと雲のコンボに注意してください。ガーッとダメージもらって、やられやすいので、雲の糸にかかって、毒レイスの
毒をもらわないように注意してってくださいね。毒レイスは鬱陶しいので。で今回ちょっと忘れてたんだけども、一応あのゴーレムは毎回、更新していくようにしてください。報酬のところでアーティファクトと、ゴーレムを1回交換して、でキャンセルする。そうするとゴーレムがリセットされるのよね。 HP がマックスからスタートできるので、絶対それは忘れずやるようにしてください。クリアです。18回特に問題ないですね。毒レイスだけ注意してください。でここ、俺は何もいらないです。うん、まあ、愛のメダルにしてね、敵の攻撃力を上げた方がいいんじゃないかって、言われるかもしれないですけども、俺はなしでエンチャントポイントを貯めていく派です。うん、まあ、確かに 20% ぐらい攻撃力が変わってくるんだけども、うん、 25% ぐらいか。でも俺は何もなし、まあ 25% ぐらいだったらいいかなっていう考えなので、愛のメダルは初期のまんま行ってます。でここ、ユニークにする装備、これだね。デュアルクロスボウです。ベビーに代わって、巨大化がつきます。この巨大化が意外とダメージが上がるのでおすすめだね。ダメージ上がるし敵に当たりやすくなるんで、これはいいと思いますよ。うん、まあ、他の装備はね途中で交換するので別にね、うん、ユニークにする必要もないのよね。ベビークロスボウは、30回まで使っていきますので、これを上げることをおすすめします。でここ1個エンチャントを入れます。虚無です。ダメージが、100% 2倍になるってやつなんだね。なんでベビークロスボウで攻撃をして、その後に虚無が入った状態で武器を振るとダメージがだいぶ増えますので、まあそういう感じでボスを倒していきましょう。ここのボスはあれだね、火事場のボスです。あれか、第2章の30回のボスと一緒ですね。まあ、特に問題ないと思います。おい、ゴーレム攻撃してないぞ。でここテンポセットがすごく役に立ちます。テンポセットがうまいことこいつの動きをね封じてくれるので、封じるわけじゃないけども動きが遅くなって、攻撃を避けやすくなる。まあ、まあ当たっちゃったけどね当たっちゃってるんだけど、まあ全然これで遅くなるんでやりやすいです。うん、 OK。 でさらに虚無がね入ってるっていうことで敵のね引きだめも増えます。しっかりと矢を弾に打ち込みながら虚無、そしてテンポセットを入れて戦っていきましょう。終わりだ。よし、終わりかな。はい、まあザコは愛のメダルだね。そしてゴーレムにはエンチャンターの書を使って強化していってください。特にね問題なく倒せると思いますよ。20回クリアです。はい、でここ報酬でゴーレム変えましょう。89と103だったらばだいぶダメージが変わってきますし、ゴーレムの HP も全然違うのでゴーレムを交換していきましょう。はい、ということで今日は16回から20回までの攻略でした。次は21回から25回だね。ここがね結構難しくなってくるので、注目だと思いますよ。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。